久保さん、ベストタイミングとかにしておきましょうか、今回。ベストタイミングって、今が、今がタイミングなんです。今がベストなんです。今、今がベストタイミングで、今やらなかったら、今訪れ、もう一生来ないので。だから今年ね、まあ、2022年ね、早かったですね、僕、動きが。本当になんか、自分でも思いますね。すげえ動き早かったなと。即断即決で、まあ、あの、お正月明けた瞬間にディーラーに電話して、Z 買ってね。 まだ GTR 売ってないけど買って。で、その後、まあ1月1日にね、実はもう買い取り、1月1日には買い取り業者に一応連絡はしたんですよ。1月1日、元旦ですね。で、まあスケジュールか、鹿児島まで来ないといけないんで、スケジュールで調整で、まあ17ぐらいになりましたけども。でもまだ商談してない段階なんですね。で、商談して、あ、あのー、売りましたけど、すげえ早かったですね。なんかパン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 みたいな。だから、 やればやるほど、なんか決断も早くなるし、なんか、見方もね、なんから今回、僕、まあ、わかんないですよ、あと3年、4年待ったら、もちろん上がるとは思いますけども、ただ、今の経済状況ですね、見ると、これね、すごいタイミングだなと思うんですけど、3、4打った後からもう、爆練して始,まって始めてるんですよ、コロナのオミクロンが。だから、これちょっと待ったら、 ちょっと今オミクロンなんで、いや、鹿児島までちょっと行くのってなるかもしれないですね。業者さんが。もうしもうちょっと待ってたら <laughs>、ちょっと今オミクロンで、あと業者さんの、その買い取り業者さんのスタッフがオミクロンにかかって、今それどころじゃないですってな,なる可能性もあるかもしれないし。だタイミング的に振り返ると、なんかすげえタイミングで、まあ、あの、まあ、損切りではないですけども、うんだ僕もね、 まあ、売ることは決めてたんだけども、別にまあ、ずっと待っててもいいかなと、保有しててもいいかなっていう考えも結構あって、まあ、上がることは分かってるんであるって、下がることはない。だももはやもう、どれくらい上がるか分からないけども、上がることは大体予測できたと。じゃあ、あと何年待つんだっていう話で、だから、じゃあ、その何年待ってる間にね、パクられるかもしれないし <laughs>、ね、盗まれたらねっていう話もあるし、まあ、今回、その価格は言えないですけども、 あの僕の中ではまあ,あもう全然ケ、OK、ーなまあ十分だろうっていう価格であの買い取っていただいたのでうんまあいろいろやってるとその本当にタイミングがどんどんあって歯車のタイミングっていうかが合ってくるんじゃないかなと思いますねでもそれって今を選択して生きてる人じゃないとなかなかそのタイミングを合わせるっていうのは難しいと思いますねうんそう 歯車に近いいと思いますねこのぐるぐる回ってる歯車で,で歯車って一個一個噛み合ってこう動くわけなんだけども最初は多分ね動かしてもこうもう一つの歯車がないからこう全体像全体の歯車が動かないでしょでも今を選択して生き続けてるとそのねだんだんそれがもうパンパンパンと噛み合ってくるんですね歯車がうんだま今回の2022年の1月の僕の動きは自分振り返ってみて良かったなと思いますね うん、もうだから元旦からメールお問い合わせしましたからねだからそれもなんだろうなうん今までいろんな経験から今日だと元旦だと今日だとでしかもその日にたまたま元旦の日にたまたまその買い取りキャンペーンも見たんですよあの超買い取りキャンペーンみたいなやってますみたいなで見てあすぐ行こうっつってねあのお問い合わせしたんですけど あれ音休せ簡単にしてなかったら多分あの多分ないですね、うん、だからまあ今を選択して生きてるかっていうのは結構大事かなと思いますねいってらっしゃい